にちは、ちはるです。ご視聴ありがとうございます。私ダイエットします。パリに引っ越してきて今は5ヶ月ぐらいになるんですけど、引っ越してきてから2ヶ月で4キロ太ってしまいました。まあさすがにちょっとやばいなと思ってちょっと制限して、その最初の2ヶ月で4キロ太ってからの3ヶ月では太ってなくって、その4キロプラスをキープしている状態です。でも私ちょっと日本に一時帰国する予定があって、日本に帰ったら何がしたいかというと、ご飯がね、いっぱい食べたいものがいっぱいいっぱいあるんですよね。なのでちょっと日本に帰る前に4キロ太った分を少しでも戻しておきたいなと思って10日間ダイエットをします。今が正直52キロぐらいあって、ここ10年ぐらい基本的にずっと48キロをキープしてたんですよね。4キロ落として48キロの自分の中の一番いいところに持っていきたいんですけど、さすがに10日間で4キロはもう絶対に体に悪いので、なのでとりあえず2キロぐらい落とせたらいいかなと思っています。でダイエット方法なんですが、8時間ダイエットってご存知ですか？24時間のうち食事をする時間を8時間に限定するっていうものです。私は朝8時から16時までの8時間にしようと思います。その8時間の間は例えばチョコレートとかそういうお菓子も食べても OK、 まあ、でも、まあ、もちろん食べ過ぎないように気をつけようと思います。でもう一つ、ハンドクラップ1日30分をやろうと思います。このハンドクラップは、まあ、ご存知の方も多いと思うし、久しぶりに聞いたって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、あの2週間で10キロ痩せるダンスということですごく流行ったものです。トゥー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 っていうやつ、私あれを結婚式前にもやってたし、産後ダイエットの時も取り入れたし、結構あれ好きで体を動かすのでちょうどいいので、今回も取り入れようと思います。体重測定は毎朝行おうと思います。スタートが3月1日から3月10日までの10日間その2つのダイエットを取り入れて、3月11日の早朝の体重がどれぐらいかっていうところまで動画にしようと思います。ダイエット1日目です。体重は 52.1キロ、 そして朝ごはんはパン、サラダ、チーズ、ブルーベリー、カプチーノです。ハンドクラップ頑張ります。多分明日以降はもうただかなり早送りしながらポイって乗せてるだけだと思うんですけど、一応今日だけ感想を添えていこうと思います。でちゃんと30分頑張ったよっていうのを示すためにこれをね置きたいな。ここら辺に置きたい。よし、30分いけるかな。頑張ります。ちょっと待って、髪の毛結びたい。今回のダイエットで10日間ハンドクラップやったんですけど、4日目以降はテレビ見ながらやりました。そうするとかなり時間があっという間に感じて、始める前はあーめんどくさいなとか思ったりもしたんですが、何見よっかなって見るものを選ぶところからちょっと楽しくなって、なので今後やる方はテレビ見ながらとか YouTube 見ながらハンドクラップするのをおすすめします。31分かな。頑張った。やってしまえば結構あっという間かなっていう感じかな。うん、頑張れそうです。そしておやつです。チョコレートがコーティングしてあるクッキーなんですけど、これロンドンで売っててめっちゃ美味しかったです。もう本当にあの一番美味しかった。あのはい、現在2時です。4時までしか食べられないのでちょっとお昼ご飯遅めにしました。はい、2日目です。この日朝起きた瞬間から太ももがちょっと痛かったです。筋肉痛ですね。体重は 51.7キロ。朝ごはんは卵の雑炊、そしてこの日お昼は友人と一緒にランチに行きました。
昼間からワインを飲んですっごく美味しかった前菜とメイン、そしてお店を変えてケーキとカプチーノ飲んで帰りました。超幸せでした。で、1日目はやっぱりお腹が空いて眠れないぐらいだったんですが、この日はお昼しっかり食べたのでぐっすり寝ることができました。そして3日目、体重は 51.1kg です。そしてこれは朝兼昼ご飯っていう感じです。この日寝坊しちゃって家族と一緒に朝ご飯食べられなかったので一人で食べました。じゃーん、昨日チョコレート買ったんですけど、お家に着いた時間が16時過ぎてたからちゃんと食べなかったのを褒めてほしい。この日の体重は 51.2kg です。で、この日ですね、ちょっと夜友達家族と飲みに行く予定があったので、ちょっとねマイルール、この日だけご飯を食べていい時間を13時からの8時間にちょっとさせていただきました。すいません。で、夜はですね、友人のフランス人ご夫婦と一緒にお好み焼き屋さんでこういっぱい食べて飲んで、すっごく楽しかったです。ダイエット5日目です。この日ぐらいからもうなんか膝が痛くなってきて、でもハンドクラップできないほどじゃないなっていう感じだったのでちょっと無理して頑張りました。で、日曜日ということもありパン屋さんで好きなパンを選んでゆっくりお家で食べました。朝ごはんです。で、この大好きなクッキーをおやつに食べて、夫が作ってくれました。昼兼夜ご飯っていう感じです。私の時間に合わせて作ってくれました。はい、ダイエット6日目です。体重は 51.3kg。 朝ごはんはパン、サラダ、チーズ、紅茶です。パンにはこのヌテラとか蜂蜜とかつけて食べます。で、お昼はもう汚いですね、すいません、ぐちゃぐちゃの、牛丼を自分のためだけに作るのはもうこんな感じです。そして午後は友人と一緒にヴィトンカフェに行ってきました。もうね、空間から本当に素晴らしくて、値段も高いけど満足度もすごく高いカフェでしたね。で、カプチーノとケーキをいただきました。ダイエット7日目です。体重は 51.3kg ですね。朝ごはんはバゲット、サラダ、チーズ、カプチーノで、この日は1日なんか作業してたのでお家でちょっと途中でこのクッキーを食べて、で、お昼ご飯ですね、これパスタです。その後またこのクッキーを一つ食べてしまいました。はい、そして、50.8kg です。なんかちょっとなんか取り方が悪かったですね、すいませんね。で、朝ごはんはパンとサラダ、カプチーノです。で、お昼ご飯はもうどうしてもお肉がなんか食べたくなって、この日焼きました。お肉とじゃがいもと玉ねぎを焼きました。ご飯で食べました。そして午後友人と一緒にちょっとお茶をしに行きました。これカプチーノ飲みました。ダイエット9日目です。体重は 50.8kg ですね。朝ごはんはクロワッサン2つ、サラダ、チーズ、紅茶です。で、この日はですね、とっても贅沢なレストラン K っていうレストランに行ってきました。もう多分人生で最初で最後だろうなっていうようなミシュラン三つ星のレストランで、もう本当にもう本当にそれはそれは素晴らしかったです。シャンパンやワインもいただきました。はい、そしてダイエット最終日です。50.4kg です。朝ごはんはピザ、トマト、チーズ、カプチーノです。で、やはり大好きなこのクッキーをおやつに食べて、お昼ご飯はカレーライスです。これはまあ夜ご飯に家族に出すものをちょっと早めに作って自分で食べたっていう感じですね。そしてこの前の日に行ったレストランでお土産にいただいたキャラメルも食べました。ダイエットの10日間は終了したので、その翌朝最終的な体重測定です。体重は 50.8kg です。ダイエット終わりました。最終的に 50.8kg なので 1.3kg の減量です。まあ10日間にしてはよくやったとまでは言わないけど、まあこんなもんかなっていう感じですね。日本に帰ったら多分すぐ戻っちゃう 1.3kg だと思うんですけど、まあそのためにやったので、なのでもう日本では制限せず何でも好きなものを食べて
もう楽しく過ごして、また太ってパリに帰ってこようと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。